紀伊勝浦駅は、和歌山県東室郡那智勝浦ウラ町大浅津地6丁目に、ある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。外房線の勝浦駅と区別するため駅名に、紀伊を冠する。事務官コードは62万2045。紀伊半島の双方の付け根から遠距離の駅で、名古屋駅からの特急、南紀と天王寺駅からの特急、 黒潮の双方が乗り入れしている。当駅は1912年、新宮鉄道が、三輪崎駅から当駅までを開通させるのと同時に、勝浦駅として開業した。当時は、新宮鉄道の終着駅であった。一番ホームのマグロ連絡通路のデザインは、智神社をイメージした、物駅前の佐藤春岡日短式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線。 合計2面3線のホームを持つ地上駅である。2番線が下り本線、3番線が上り本線である。短式の1番線は新宮方面へ折り返す列車のみが使用できる配線になっており、名古屋駅から東駅まで乗り入れてくる JR 東海の特急南紀や新宮駅東駅間の普通列車などが使用している。ホーム上には 特急南紀乗務員用の詰書所が設けられている。1977年に完成したコンクリートの2階建て駅舎が線路東側にある。一番線の端式ホームとは接していない。この駅舎と一番線の間には、かつて港に伸びる貨物側線があり、その先端には、新宮鉄道から引き継いだ国鉄機勝浦桟橋があった。現在はその痕跡は残っていない。 各ホームから駅舎へ、古戦橋が伸びている。駅としての設備は、すべて2階にあり、1階は観光案内所などが入っている。駅の入り口も2階にあり、そこから駅の表と裏に階段が伸びている。那智勝浦町の代表駅として、観光客の利用も多く、駅前にはタクシーが常駐している。新宮駅が管理する直営駅である。以前は、 JR 西日本のグループ会社である JR 西日本メンテックの契約社員が当直勤務で一人常駐し出刷、改札と案内業務を担当していた。2021年6月1日から再び JR 西日本の社員が担当している。1日に数回程度列車の入れ替え作業が行われるが、こちらについては JR 西日本の社員が担当している。 緑の県売機プラスの設置駅であり、駅連タカー業務も行っている。現在は輸送主任、運転係、改札、修札と案内業務係のみ配置されている。当駅には自動体外式所再動機が設置されている。清しくはない。その他一番ホームにはマグロの模型が駅前広場には佐藤春夫のサンマの歌石渋みがある。主な駅弁は 下記の通り、販売日時が限られているため注意が必要。1日の平均乗車人員は以下の通りである。当駅は、那智勝浦町の中心部にあり、役場などの公共機関を近くに存在する。当駅は、勝浦や、那智山だけでなく、大寺など付近一帯の観光地への玄関口としての役割も担っており、駅前には、那智勝浦町の観光協会が、 駅周辺にはいくつかのホテルがある。熊野五房南海バス特急、黒潮、南紀の隣の停車駅は、各列車記事を参照されたい。ありがとうございます。